こんにちは、懐かしいゲーム紹介人のコックンです。今回はプレイステーション1で怖すぎるゲームランキングトップ5ということで紹介していきたいと思います。先日このチャンネルのコミュニティでプレイステーションで一番怖いゲームは何ですかというアンケートを取りました。最初はコメント欄にて募集して、その中で多く上がったタイトルを選抜し投票を行いました。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。プレイステーション1のホラーゲーム、上げるとキリがありませんが、どんな結果になるんでしょうか。それでは見ていきましょう。第5位、バイオハザード2。1998年カプコンより発売されたバイオハザード2、投票数は307票。大人気作品バイオハザードシリーズの第2弾となります。前作バイオハザードの洋館から舞台をラクーンシティに移して繰り広げられるサバイバルホラー。新たな主人公レオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドを操作し、街中に溢れてしまったゾンビを倒し、時にはかわしながらラクーンシティの脱出を目指します。今作では新クリーチャーであるリッカン登場や、前作ではラスボスであったタイラントが街中を徘徊し襲いかかってくるという新たな恐怖演出がされています。ムービーも格段にパワーアップしており、かなりグロテスク。リッカー初登場シーンやタイラントが壁を突き破ってくるなど驚き要素盛りだくさんですが、個人的に絶望したのはレオン編のスタートですね。慣れてしまえばなんてことないですが、開始早々ゾンビに囲まれているのは初見プレイの時すごく怖かったです。その先のガンショップで鍵をかけて一安心かと思いきや、ゾンビの大群が窓ガラスを突き破ってくるシーンには声を上げてビビりました。バイオハザード2は2019年にリメイク作品であるバイオハザード RE2 が発売されており、オリジナル版と違った恐怖演出がされています。 RE2 はバイオハザード7でも採用されていた RE エンジンによりよりリアルな表現となっています。とにかくゾンビが怖くてグロテスクなんですが、 PS 版の怖さとグロテスクな表現も個人的には好きです。第4位、ゲゲゲの鬼太郎。1997年1月24日、バンダイより発売されたゲゲゲの鬼太郎。投票数は665票。皆さんご存知、鬼太郎のキャラクターゲームですが、舐めてかかると痛い目を見ます。まずはこちらの映像をご覧ください。君は本当のゲゲゲの世界をまだ知らない。プレイステーション。ゲゲゲの鬼太郎。当時放送されていたアニメゲゲゲの鬼太郎の合間にこの CM が普通に流れていました。ゲームはやったことなくてもこの CM に見覚えがある方もいるのではないでしょうか。鬼太郎のゲームといっても、今作の主人公は鬼太郎ではなく、怪奇事件に巻き込まれてしまった一般人を主人公としているのが特徴です。収録されているシナリオは学校編、ゲゲゲの森編、肉人形編の全部で3つ。シナリオごとに主人公は異なり、鬼太郎は主人公を助ける脇役となっています。その中でも学校編と肉人形編は怖いです。学校編は妖怪に操られた先生が、肉人形編では日本人形が襲ってきます。97年でこのクオリティですから、ほんとすごいなと思います。最近のホラゲーではおなじみとなっている一人称視点で物語を進めていき、探索や謎解きをしてストーリーを進めていきます。どのくらい怖いのかはぜひ本編をプレイしてみてください。第3位、バイオハザード。1996年に第1作目が発売されたバイオハザード。投票数は715票。元祖サバイバルホラーとも言えるバイオハザード。洋館に潜むゾンビを倒しながら進めていくゲームシステムは、まるで映画でも見ているかのようで手に汗握りました。バイオハザードの大ヒットによりシリーズ化がされ、その他のホラーゲームが多数発売されるきっかけにもなりました。さらにはゲーム次世代機戦争真っ只中だった当時、バイオハザードの大ヒットがプレイステーション本体の売り上げにも大きく貢献したとされています。ゾンビ初登場や窓ガラスを突き破ってくるケルベロス、さっきまで通った道をたどるように近づいてくるハンターなど、当時としては斬新な恐怖演出が多数盛り込まれています。第2位、クロックタワーセカンド。1996年12月13日にヒューマンより発売されたクロックタワーセカンド。投票数は818票。スーパーファミコンより発売された前作、クロックタワーの続編として発売されました。大きなハサミを持ったシザーマンにより大勢の人が殺害されたクロックタワー事件。その悪夢を生き抜いたジェニファーの心の傷は深く、ヘレンという心理学助教授に引き取られた後は精神治療を受けていました。ヘレンのおかげで徐々に落ち着きを取り戻してきたジェニファーですが、その彼女にまたしても恐怖のシザーマンが襲いかかるというのがストーリーです。スーパーファミコンからプレイステーションへとハードが移った今作は、3D グラフィックによりよりリアルな表現がされており、その分シザーマンの恐怖も倍増しています。第1位、サイレントヒル。
1999年3月4日に第1作目が発売されたサイレントヒル、投票数は2608票。アメリカ北東部に位置する観光地サイレントヒルを舞台に、主人公であるハリー・メイソンが事故きっかけで失踪してしまった娘シェリル・メイソンの行方を追う物語。サイレントヒルでハリーは犬型のグローナーや鳥型のエアスクリーマーといったクリーチャーと遭遇。霧に覆われた街や暗闇を探索するのが大半を占めており、ラジオのノイズやライトを頼りにステージを進めていきます。バイオハザードがいきなり敵が現れるといった恐怖に対し、サイレントヒルはじわじわとプレイヤーを追い詰めていく恐怖が特徴です。サイレントヒルもその後シリーズ化がされており、三角頭やウサギのロビー君など作品を代表するキャラクターも登場しています。また初代サイレントヒルはあえて見づらくしているカメラアングルや操作性の悪さも特徴で、これにより精神的ダメージを受けたというプレイヤーもいるとは思います。今後の新作発売がとても期待されている作品です。さて、今回のゲーム紹介は以上になります。この動画を見て懐かしいなと思った方はぜひコメント欄にて当時の思い出など教えてください。チャンネル内にはプレイステーション2の名作ホラーゲームランキングもありますので、ぜひこちらもご覧ください。合わせて高評価、チャンネル登録もいただけると励みになります。今後ともチャンネルコミュニティではゲームに特化したアンケートを行っていく予定です。皆さんの投票をお待ちしています。それでは動画を締めたいと思います。ここまではコックンでした。ご視聴ありがとうございました。